葉隠れに関係します。挨拶についてお話しします。挨拶は命がかかっているというお話です。そもそもですね、これはですね、私の武道の師範日野西元信先生という武道の師範から教わったお話なんですけれども、葉隠れと関係してます。挨拶はどういう起源があるんですかとお話ししたらですね、高野君、挨拶は命のかかった大変重要なことなんだと。そもそも挨拶が起こったのはですね、関ヶ原とかああいうですね、敵味方入り乱れて戦う戦場から起こったのが挨拶なんだそうですよ。というのはどういうことかというとですね、挨拶をきちっとできない武士はですね、死んだっていうんです、殺されたっていうんですよ。そもそも挨拶はですね、山って言ったらですね、味方なら今日は川と言えとか、そういうですね、申し合わせのシグナルなんですよね。もしですね、相手がですね、抜き合わせた戦いに入りそうになった時、向こうが山って言った時ですね、谷とか間違って言うとバッと殺されたというんですよ。合言葉を忘れたりですね、合言葉を言えなかったら死ぬしかなかった。すなわちですね、挨拶は命のかかった申し合わせ言語をですね、発し合うですね、戦いから始まってるんですよ。だから今の時代もですね、挨拶ができないということは命を失いますよ。企業なんかではクビになりますよ。組織社会なんかでは上に行けませんよ。食えなくなりますよというお話なんですよ。挨拶は先手で、返事は大声でというお話です。